私から紹介するねこの方はジョセフさんでジョエルのお父さんだよお父さんこの人がさっき話した旅人さんだよ僕のためにいろいろ手伝ってくれたんだ雪だるまも一緒に作ってくれたんだよジョエルから話は聞いたよ本当にありがとうそうだな本当によかった待てよ なんでサイリス会長がこっそり涙を流してるんだそれにパラドもいる今回はパラドのおかげなのパラド自分から話してこん。<laughs> あれは天気のいい日だった俺はなんだか運気が上がりそうな予感がして自分の理念を信じ危険な場所に向かったんだ危険な場所にはお宝があると考えたからななんだか 出だしからもう掃除見てるなだけどグループから離れてまだ少ししか経っていないというのにうっかり足を踏み外して崖から転がり落ちてしまったうわもしかして俺と山の上であったから悪い運がうつったんじゃ俺は普段なら行かないような場所まで転がったしかも怪我をしてしまって自分の運の悪さを嘆いたよ でもその後音を聞いて駆けつけてきたジョセフさんに会ったんだえあ思いもよらない結果に俺は最初彼をイベントに参加しに来た冒険者協会の人だと思ったんだけど話をしていくうちに彼が多くのことを覚えてないことと自分の名前すら知らないことに気づいただけど雪山は寒すぎて。 そんな細かいことを考えてる余裕がなかっただから話は拠点に戻ってからにしようって彼に伝えたんだ拠点に戻るとジョエルの姿が見えたジョエルが彼を見るとまるで凍りついたかのように固まってそれから大声でこう叫んだ「お父さん!」と彼はその時にいろんなことを思い出したらしい今でもまだ 記憶が完全に復活していないがジョエルや妻のことはこの二人だけは絶対に忘れはしないお父さんジョエルお父さんはここだよジョセフさん本当に他のことを思い出せないのかイノシシプリンセスそれと雪山で餌をあげたキツネたちすまない その他は覚えがない頭に怪我を負ったせいかもしれないだがそれすらもわからない私が目を覚ました時体中血まみれだった荷物もなくしてしまい身分を証明するものもない仕方なく洞窟に入り落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ足の怪我が良くなってからは 狩りの本能を頼りに生き延びてきたお父さん本当に心配したんだよ大丈夫だジョエル泣くなお父さんはもうどこにも行かないずっとお前のそばにいる <laughs> よかったな本当に良かったそういえば 俺は山でベネットに会ってから運が悪くなったんだ。それは俺もわかってる。はぁ、あ、俺は本当に。いや、そうじゃなくて、俺が言いたいのは、それがなかったら、こんな広い雪山の中でジョセフさんに会えなかったって言ってるんだ。それに、俺たちは無事に帰ってこれただろ。だから自分を責めないでくれ。運も極限まで悪くなれば、 奇跡を引き起こすかもしれないってことだよパラド <laughs> お前ってやつはいつからそんな口が上手になったんだえそうかな本当のことを言っただけだけどあそうだ僕、旅人のお兄さんとサイレスおじさんそれからエウラお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わなきゃ僕と一緒にいてくれてありがとう 僕みんなと行った時間をずっと大切にするでも雪だるまは雪山を離れたら溶けちゃうよね連れていけない残念だなそれなら私に方法があるわちょっと待っててえエウルアこれでよしジュエルこれを受け取ってこれは検票の粉よ これを君の雪だるまに加えれば永遠に解けることはないわはあ本当すごいよエウルアお姉ちゃん本当にすごいお父さん僕解けない雪だるまを手に入れたよやったー本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか皆さん本当にありがとう 一緒に雪だるまを運ぼうよ今すぐああ、いいよそれでは皆さん、私はジョエルに付き添いますまた今度よかったよかった俺とパラドも冒険途中の規律問題について話し合ってくるえさ、サイレス会長俺は手柄を立てたから今回は見逃して そうだ、君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい冬の記念品と思って取っておくといいわ本当にいいのこれってエウルアにとってとても重要なものなんでしょアンバーこんな時はそんなこと言わないのわ <laughs> これでオイラたちの雪だるまも解けないなやったぜ遠慮しないで。 それと、きちんと保管しておきなさいよ。それじゃ、私とアンバーはまだ処理することがあるから先に失礼するわおうまたな言っちゃったななんだかみんなやることがあるみたいだあそういえばオイラたちこんなに長く雪山にいたのに果物をジュースにして新鮮なままにできる装置をアルベドに作っ やっぱりティマイオスに何とかしてもらうかあいつはお人よしだからな。